今回もご視聴いただきありがとうございます。この動画は、大西正弘シリーズの第17話です。前回をご視聴していただくとより理解しやすいと思います。良ければチャンネル登録していただいて、他の動画もご視聴ください。それでは本編へ参りましょう。最後の別れ24年の夏に行われた防備から2ヶ月ほど経った9月27日昼過ぎ。 美濃さんにより広島駅に近い岡組の飛ば前にて「土岡弘襲撃」は決行されました事件の詳細は前に作成した動画をご覧いただくとして結果的には未遂に終わった襲撃ですが事件後美濃さんは現場近くの知り合いの家にかくまわれた後その日の夜8時半頃に呉へと戻ります岡組の関係者に呉まで送ってもらった後 待っていた大西さんと野間さんに連れられ隠れ家へと移動しましたまた同じ頃土岡組では組員総出で組長が搬送された病院へ向かうためトラックが用意されその準備のため慌ただしくごった返していましたこの時点では広志組長の安否は不明だったのだと思いますが肌にさんは組長は死んだと思い込み広島に向かうトラックには乗らず一人山村組長の自宅へと向かいます そのの腹巻の中には拳銃がねじ込ままれていました。山手のタイの宮神社そばの山村宅へ着くと山村おるの出せいと怒鳴りますこの時山村親分はちょうど美濃さんに会いに隠れ家へ行っていたため不在でしたがそこには土岡組の動きを警戒していた幹部組員谷岡相談役野間、ま、花原そして大西さんが集まっていたのでした怒鳴り声を聞いた大西さんが 森きか入れやと2階に誘います。この大西さんの声を聞くまで肌にさんは大西さんが山村組に加担しているとは夢にも思っていませんでしたなんでニンが。不思議に思いながらも腹巻きの中の拳銃を握りしめ2階に上がっていきました「山村おるじゃろうどうしてうちの親分を撃ったか訳を聞かせてくれ」扉を開けるなり言い放った肌にさんを「のま花」 腹の3人がが囲みますあんたらがわしを打つなら打ちなららよその代わわり一発だけはわしももたせてもらうぜ腹をくくったセリフに少し沈黙が流れます大西さんも肌にさんに対して後ろめたさがあったのかこの時は声が出ませんこの沈黙を破ったのは相談役の谷岡さんでした山村は本当におらんのじゃおらんのに喧嘩してもなんじゃけん今日のところはの、NO、う その言葉を聞いた肌にさんは大西さんの方に目をやると大西さんは無言のままうんと深くうなずきます大西さんは立ち上がり目で肌にさんをさそうと階段を下りましたそれについていくように肌にさんも外に出ますそして二人は無言のまま大通りに向け歩き出しました大西さんが声を発したのは暗い裏通りを抜け街灯の明かりが二人を照らした時だと言います森行き構造におうたらどうすんない そりゃ兄やん山村が一番じゃが身のと会えるもんなら訪ねていかにゃしょうがないじゃないその言葉を聞き少し考え込んだ後、大西さんは肌にさんに言います森行何もははないが今晩は帰っっちゃけ。明日、阿賀へ行って兄貴に話をするけんの肌にさんはまだ聞きたいことが山ほどあったが本来はおじき分にあたる大西さんに対しての分をわきまえ それ以上は詮索せず帰っていきました。そしてこれが肌にさんとの最後の別れとなるのでした対立大西さんはその足で山村親分を探しに美濃さんの隠れ家へ向かいました隠れ家に着いた時にはすでに山村親分とは入れ違いになりましたがほどなくして山村親分を見つけます事の戦いきさつを聞いた後、山村親分は大西さんに問います なんで肌にを生かして返したんない。それに対し大西さんは答えます。他のもんなら誰でも生かして返さんが、森行じゃけんかわい剣の、あいつは生かしておいたら必ず男になるけん。その言葉を聞いた山村親分は渋い顔をしましたが、それ以上は追求しませんでした。その後、この一件は意外な方向へ進みます。まず撃たれた党の本人でもある広志親分は、 美濃さんの犯行であることを警察にも話しませんでした面識がそれほどない美濃が俺を狙うということは何か事情があったのだろうヤクザしよったらそういうこともあるじゃろうけど美濃が悪いわけではない博さんはそう考えたのでしょう一緒に撃たれた川面さんにもそう言い聞かせましたまた土岡兄弟の長男吉雄さんも山村は悪い人間ではない狙ってはいかん と土岡組からの報復を禁じました。そうなってくると、槍玉に挙げられるのは大西さんです。大西さんは、説明のため阿賀を訪れる。と、肌にさんに約束しましたが、結局、約束は果たされませんでした。大西さんからすれば、約束したものの何と言えばよいかが見つからなかったのだと思います。次第にこの件は、大西さんが個人的恨みで射程の身のを動かしたという流れにすり替わりました。ちょうどこの時期。 1一人の女性をめぐって大西さんと博さんが取り合いをしていたのも相まってこの流れは現実味を帯びますまた大西さんも後に引けなくなったのか土岡組との対立姿勢をあらわにします土岡の門が呉に入ってきて仕事したら血の雨降らししゃると吹聴調しているとどこからか土岡組にも聞こえてきたのでした濃さんとの別れさて話は少し戻りますが濃さんとのことです事件後 三野さんは隠れ家を山村組相談役岩城さんの所有する家へと移した後、山村親分は広島東部の三原市へと移動するよう指示しますしかもその場所までの移動に山村組を見限って土岡組に走った前原という人物に頼みます一応理由としてはもし道中で土岡組のものに見つかっても前原ならごまかせるというものでしたがどう考えても裏があるとしか思えませんでした悩んだ挙句。 美さんは大西さんに意見を求めます。大西さんもその内容に不審な表情を浮かべましたが大西さん自身が身動きが取れないため今すぐにどうこうしてやることもできません「恋うぞう親分はえらい焦っとられるんじゃ辛抱性もしお前が死ねばすぐわしも死ぬよ」途中多分土岡の下道らが襲うてくるはずじゃけんそん時は前原を一番先に撃ち殺せい。 大西さんにはそういうししかありませんでしたその後送り出しの時は大西さんと野間さんが立ち会いましたその後はほぼ映画通りで三原まで着くと「角く先は片タギじゃけん拳銃預からせてくれんか」と前原さんが美濃さんに言ったのを契機に美濃さんは闇に隠れて逃げ出しますその後夜通し歩いて隣町の尾道の知人宅に身を寄せます知人宅で安全を確保した後 ミノさんは大西さんに電話をかけました美濃さんからの連絡に大西さんは大変喜んだようですがおそらくこの電話がミノさんとの最後の会話になったのでしたその後結局この件はミノさんが責任を取る形となります襲撃現場でもあった広島の岡組相談役清岡吉五郎さんらが仲介に入り事件から2週間後の10月11日ミノさんは清岡さんに付き添われ 広島東署に自首しましたまたこのとき山村組から破門の処分も受けましたが後に刑務所内で広志親分へ直接詫びを入れる機会があり広志親分もこれを快く受け入れたことから出所前に破門は解かれたのでしたといったところで今回の動画は終了とさせていただきます続きが気になる方は高評価チャンネル登録もお願いしますそれでは次回の動画で。